ニーダロス大聖堂。1857年の写真。ニーダロス大聖堂は、ノルウェーで最も壮麗な教会建築で、トロンハイムにある。1152年に設立された、ノルウェー大司教座の大聖堂。宗教改革以後、ルーテル教会派の司教座となった。建築様式は、ロマネスク様式とゴシック様式である。過去には、北。 ヨーロッパ中から神徒がやってくる重要な巡礼地であった。ビューフロムザイルガセイターブリッジノルウェー国王たちの戴冠式が取り行われたのは最初はベルゲンがオススロであった。1400年以後ニーダロス大聖堂は戴冠式協会となったが宗教改革以後戴冠式はデンマークとの同訓連合時代からはここで行われなかった。 大冠式は1814年にノルウェーが自治を回復してから再開された。1814年憲法はニーダロス大聖堂は国家の大冠式教会であると明文化した。最後の大冠式が取り行われたのは1906年である。2年後、憲法が改正され大冠式の条項が除去された。後の王王たちは大聖堂内で公式に教会の祝福を受けた。 ノルウェー王の王冠が大聖堂に保管してあり、2006年から常設展示されている。大聖堂は、1030年にスティクレスタズの戦いで、殺されたオーラブ・ハーラルソンの埋葬された場所として、建設されたとされてきた。オーラブ王は、死後370日後に劣勢され、ニーダロスへ向かう巡礼がすぐに始まった。大聖堂建設は1 7 0年に始まり、1300年頃に、 終了した。大聖堂は1327年の大火で、ひどい損害を受け、再び1531年にも火事で損傷した。高砂楼の西本堂は崩壊し、1900年代、初頭の修復まで再建されなかった。1708年、石壁を除いて完全に燃え落ちた。1719年には落雷を受け、再び火で痛めつけられた。 主任建築家、ハインリヒルンスト・シルマーが指揮した、主たる再建と修復は、1869年に始まった。クリスチャン・クリスティによって、ほぼ完成した。公式に完成したのは2001年である。大聖堂のメンテナンスは進行している。大聖堂日正面2つの巨大なパイプオルガンが、聖堂内に設置されている。北交差路にあるメインオルガンは、 シュタインマイヤーによって作られ、1930年に据えられた。125の音線がある。1962年、オルガンは緻密に再建され西本堂へ移動した。多くの音線が取り除かれた。これらのいくつかは新しい聖火体オルガンを作るため使われた。1993年から1994年、古いバロック様式のオルガンが、 最新の注意を払って、ゆるげアーアンドの手で修繕された。これには30個の音線があり、北交差路のギャラリーにある。現在、大聖堂は観光地として人気がある。観光客は、しばしばかつての歴史ある、巡礼路を通って壮麗な教会へ向かう。ありがとうございます。